どうも、IS チャンネルです。2021年の桜のシーズンになりましたので、茨城県の日立市の平和通りの桜の様子をお伝えしたいと思います。今年は、例年より12日、早いそうです。例年4月に、日立桜祭りが開催されますが、新型コロナの影響で、昨年に引き続き、今年も中止となりました。撮影日は、2021年の3月31日です。場所は、日立駅の中央口からすぐの、電線部分が、平和通りです。駐車場が少ないので、じっくりと桜を見たいなら、電車で行くのが便利かと思います。ただ、日立駅から国道までの、約1キロの車道が、桜のトンネルの中にあるので、トンネルをくぐり、楽しみたいなら、車かと思います。今回は、桜のトンネルの中を、ゆっくりと車で走り、日立駅から国道6号線までの道を、一往復します。こちらが、日立駅の中央口です。ここから、駅のロータリーを抜けて、平和通りに入っていきたいと思います。平和通りの入り口です。ここから桜のトンネルの、始まりです。この交差点から日立駅を見た様子です。歩道橋の上から日立駅方面を見てみましょう。歩道橋の上から国道6号線方面を見てみましょう。歩道橋の下から国道6号線方面を見てみましょう。歩道橋の信号を渡り国道6号線方面に向かいます。この信号で折り返します。折り返し地点から日立駅方面を見てみましょう。日立駅へ向かいます。
日立駅前に戻りました。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。